같이 で、 僕の魅力っていうものが伝わってないっていうことが問題で、それが伝わってないから人が興味を持たないとか、いろんなことが起きるわけじゃないですか。だから魅力が何かっていうのを、魅力をふだんどうやって伝えてるかっていうことを聞きたいです。一度ちょっとクローズしかけてるじゃないですか。いろいろなことが諦めるんだったら、他の子も思うにも周りの人がみんなクローズになりかけてるところを、僕らが関わっていくことで、新しいものを作り出せる。 想像してるじゃないですか。だからなんで、なんか今のままでいいとかって思うのかよくわからない。それでもいいのかもしれないけども、なんかかっこいいし、仕事でクリエイティブできて、そんな仕事をなんでみんな目指さないのっていう発信をしてます。一緒の答えは、いろんな場面で笑顔が見れるとか、なんかその人の、例えば市に立ち会うっていう経験をしたとか、 だからその大体5つか10個ぐらいの理由に出てくるんですよ。で、僕それを発信するのが介護の魅力を発信するっていうことじゃないと思ってて、もしかしたら音楽がめっちゃ好きとか、バイオリンだとか将棋がめっちゃ好きとか、その一人一人の現場職員が自分が何が好きかっていうことを発信することで、勝手にいろんな介護福祉の予算って発信されていくと思うんですけど、この介護福祉が魅力的になるんじゃなくて、やってる自分っていうか、この人たち一人一人と自分たちが魅力的になれば、魅力的